上杉主従の活躍により羽柴軍は徳川軍に勝利、秀吉は家康と講和し天下統一事業を加速させる。その後秀吉は四国九州を瞬く間に平定、朝廷より豊臣姓を賜り豊臣秀吉と名乗った。天正18年、秀吉は天下統一の総仕上げとして北条が治める関東に侵攻する。上杉家はその一環である忍城攻めに参加。城攻めの総大将は秀吉の腹心石田三成である。景勝兼続は友である三成を補佐しつつ忍城攻略を目指すのであった。太守の将忍城の戦い。こうしてまた皆さんと共に戦えるとは光栄です。義の前に敵はなし、義の後にも敵はなし。頑張ろう雪村三成。ん、どうした三成、今日はさらに目つきが悪いな。三成殿は全軍の指揮を任されています。きっとその重圧からそんなお顔に。これはいかんともしがたい雰囲気だな。三成殿のため頑張りましょう兼続殿。きっと戦後は皆笑顔になれます。雪村、それでいい。三成、思いは伝わっている。あなたの言葉を初めて聞いた。いや、私を励ますための精一杯のお声掛けですね景勝殿。かたじけない。あなたの言葉でだいぶ楽になりました。おお、なんと麗しき義の伝達。この戦もはや負ける気はしないぞ。入荷していますよ。
これより御師匠を水攻めにし屈服させる。浮島に残る兵は速やかに自陣せよ。天下の、そう、まさに天下の軍たる豊臣軍。上に目指すは美濃田のもとに圧勝。本陣を危険にさらすことなど万が一にもあってはならぬと。そうですな、影武様。
亀屋を押し返せぞ。全軍縦に分かれて進軍しろ。開門。それなら私は本陣を守る。私も行く。お父様が気づいたテントの平和、一緒に守ろう。ことごとく後手に回ることになると、これではこの戦の意味がない。三つ目、俺が単身で敵に引き込む。その間に君を立てます。それではダメだ。豊臣の戦で堂々と勝たねば。この将軍さんめ、我ら同志がいることを忘れたのか。敵は勝て、勝機は十分にあります。力を合わせて敵を押し返しましょう。一丸となって戦うが王城の精神。小田原から援軍に参りましたぞ。さて、流れはまだ強い。開門。みんな、ここまで共に来てくれたこと感謝する。全軍を守に突撃し、豊臣の勝利をつかむぞ。トルトミの大軍、何するものぞ。いざ、王城の結束を見せるのだ。三成は勝ち方一つに理想を貫こうとする。その危ういほどの潔さが胸を引き。だが同時に弱みを。水遊びは終わったか。では、小板が過ぎたお仕置きの時聞こえる大使と勇気、見せてもらったか。急げ。本当に引き込んだ。急げ。援軍が到着したか。これはわしも頑張らんとな。お見事にございますな。お見事ですな。何恥じぬか。敵将討ち取ったい。負けてしまうとは。
賢いやつが正しいのか、弱いもんが頭下げて従うしかねえのか。わしはそんな世は嫌じゃ。敵将討ち取ったり。結局は数の勝利か。だが今は共に戦ってくれた皆に感謝しよう。二人ともすまない。俺の失態のせいで大きな被害を出してしまった。くよくよするな、三成。人間誰しも失敗はあるもの。大事なのはその後だ。失敗を糧にしてまた前進すればいい。兼続殿のおっしゃる通りです。三成殿は精一杯戦われた。それでいいではありませんか。よし、こうしよう。辛い時、くじけた時はあの誓いを思い出せ。そして天に向かって獲物を掲げて叫ぶのだ。そうしたらきっとスカッとするぞ。そんなこと人前でできるか。この恥ずかしがりやめ。なら心の中だけでもよい。義の誓いを思い出せ。私もそうします。きっと苦難を乗り越えられると思いますから。心の中でだけなら、まあ。兼続、見事。お前のその明るくまっすぐな義が他の者を照らす。義の花、満開となった。